当社は企画会社を標榜するカルチュアコンビニエンスクラブの中にあって、データベースマーケティングを主とする事業会社になります。6500万人の T 会員様に対して子会社の T ポイントジャパンを通してポイントサービスを提供しております。そこで結果として集まったデータベースをもとに小売流通企業様やメーカー様に対して様々なマーケティング支援をする会社でございます。だいたい弊社450名ぐらい在籍しておるんですが、営業部門がだいたい200名ぐらいで、残り半分がスタッフ企画系部門。横を通して全社横断して見ているようなところがどうしても薄くなりがちなところがあって、営業側でどんな動きをしているのか、結果として企画側がどんな企画をしてどんな提供したいんだみたいなところが話をうまくクロスさせるきっかけとして、名刺管理といった切り口で横断的に見たいというところが導入に至ったきっかけになります。経営企画の立場でいうとですね、事業をドライブするために組織だとか人の移動変更って当然考えるんですよね。従来例えば営業をやってたような人間がスタッフ系経営企画で来るようなこともあるんですけれども、その際に営業で培ったネットワークみたいなのをどうするかっていうのは当然一つの大きなテーマなんですよね。一元管理できてなかったゆえに、全社見てる立場からしてもそこまで補足しきれない状態があったので、サンサン導入によってそういう引き継ぎやすさもそうですし、せっかく得られた人脈ネットワークをその次に生かすみたいなところは大切だなというふうに考えました。私は T カードのデータベースを使って各種メーカーであったり代理店様であったり、いろいろな企業様に対してマーケティング課題を聞いてそれをサポートするという仕事をしています。特定のシステムなどがあるわけではなくて、過去に取引のあったであろう営業さんに自分の足で聞きに行ったりですとか、企業の広告を出していいかっていう可否であったり、それが社内全体に共有されていなかったりするので、これまで商談があった企業様ですとか取引先の企業様が一元化できていたらすごく楽だなとはいつも感じてます。サンサンは社内の名刺が一元管理できるので、他部署の人脈を使って戦略的な営業をしたり、営業先のバッティングをなくしたり、そういったところで営業の効率化につながると思っています。会員様にこう様々なお得で便利になるサービスを提供したいっていうのがもう入り口で当然あります。名刺をきっかけにした情報だと会社名だったりお名前だったり、そこをきっかけにして知っておくべき、知っておいたら何かにつながるべき情報でかなり広いと思うんですね。我々そのサービスを提供して企画する立場からすると、スピード感を持って対応していくときに、会社全体としてどんなサービスがどんな形でどの企業様に提供されているのか当然把握していなければいけないですし、把握することによって社会に対して貢献できている価値みたいなところを実感できるし、お客様から支持されるし、いろんなきっかけになると思うんですね。そういった意味でぜひこれからも活用していきたいなというふうに思っています。